こんにちは。ちょっと寒いからこれつける <laughs>。こんにちは。なんかかけ違った。こんにちは。ちょっと待ってねテロプーズね。あコバありがとうございます。こんにちは。 次は十三時だこんにちはおはようございますこんにちは見に来てくださってありがとうございますちょっとずれちゃってるどうしようこ,こ,こんにちはよいしょ どうしたらいいんだろう。<laughs> 怖い。倒れそう。画角が。バラありがとうございます。バラありがとう。あ。コリラックマもありがとうございます。コリラックもありがとう。こんにちは。こんにちは。そう、これね。今私がこの羽織ってるやつあるじゃないですか。これいつも。 あの膝掛けとして使ってるやつなんですよあのほら昨日とかあの寒いって言いながら膝掛けかけてたと思うんですけどこれあのいとこからね誕生日プレゼントにもらったんですよ誕生日プレゼントにもらった膝掛けなんですけど暖かそうな服服じゃない <laughs> 服じゃないってば膝掛けなんだってば膝掛けなんですけど <laughs> 膝掛けなんですけどこれそうあの なんかねこれ膝掛かけにもなるしここボタンがついててそうここパチってほらボタンがついててこうやってなんかポン,ポンチョみたいな何ていうのこうやってなんかこう羽るることもできるんできんすよそうだからめちゃめちゃ機能が <laughs> すごくてそうすごくないほらちゃんと下までボタンがついてるんですねそう万能な膝掛かけなんですよこれめちゃめちゃびっくりした。 そういとこがくれたんだけどそうめっちゃ万能なひざけでそうなのめっちゃ嬉しかった <laughs> これなんか高校生の時にもらったんですよそう高校生の時にあのいとこから誕生日プレゼントでもらったんだけどそうそうなのそれからねずっと使ってるんだけどポンチョじゃないって ポンチョか。服じゃなかったじゃなくて、膝掛けなんだって。何回言ったら分かるねん。<laughs> 何回言ったら分かるねん。膝掛けなんだってば。<laughs> やばい。何回言っても分かってくれない。膝掛けって言うとるねん。<laughs> 膝掛けって言うとるねん。ポンチョじゃないねん。ハッシュタグありがとうございます。おはよう。おはようございます。見に来てくださってありがとうございます。そう。これめっちゃ暖かくて。 そうめちゃめちゃね使う使うのめっちゃいいんだけどそうやばい電気つけるの忘れた <laughs> あなんか来てるちょっと待ってあなんか GGGG ありがとうございますなんだろその GG って何何,何かわかんないけど GG <laughs> って何だろうそれありがとうございますそうめちゃめちゃねあったかいんだよねだからずっと使ってるんですけどそう ありがとうございますありがとうおはようおはようこんにちは見に来てくださってありがとうございますそういえばなんかあのお昼お昼じゃない朝ごはんだ <laughs> もうすでにお昼の話しちゃった朝ごはん食べたんだよあのあとそうあの7時の配信終わった後にやっと朝ごはん食べることができて朝ごはんはね結局ねあの この前言ってたミートソースあのそう食べました <laughs> そう結局あのあとそうミートソース食べてミートソースのスパゲッティかミートソースのスパゲッティ食べてそう今は結構お腹いっぱいな状態ついさっき食べ終わったくらいかなうん1時間1時間くらい前に食べ終わったくらい <laughs> なんだけどそうスパゲッティを食べました皆さんはあれから朝ごはん食べましたかね食べた あの後食べたかな結構ねそうなんか食べるって言ってた方いっぱいいらっしゃったからそうきっとね私と同じくらいの時間に食べたかなと思うんだけどそう食べたかな <laughs> おはようおはようございます見に来てくださってありがとうございますおはようそうそうなのそうなんですあ2週と50カウントありがとうございます朝からミートス スパは重くないえ、だってさ朝からラーメン食べた人がいるんだよこのこのルーム <laughs> 朝からラーメン食べる人に比べた重さはどうですかあさっき起きたよあおはようさっき起きたばっかですかおはようございますおはようそうだからなんかねそう別にそんな重くないんじゃないあ目玉焼き食べましたかすごい朝って感じ <laughs> 白桃ジャムのトーストえー、すごいなんかおしゃれですね おしゃれなおしゃれな朝ごはんを食べたんですね。ハートたくさんありがとうございます。ハートたくさんありがとう。ありがとうございます。初見ですって、初見ですかね。初見マークついてないんですけど、ありがとうございます。コメント。ご飯に焼きそば乗せて食べた。ほら、重い人いるじゃん。<laughs> 重い人いるじゃん。めちゃめちゃいっぱいいるんだけど。めちゃめちゃ重い人いるけど大丈夫かな。いや <laughs>、ご飯に焼き。<laughs> え 炭水化物、温炭水化物。<laughs> こんにちは。見に来てくださってありがとうございます。こんにちは。こんにちは。そう。そうなの。なんて書いたんだろう。あ、めちゃめちゃさ星になってる。めちゃめちゃ星になる。あ、じゃあこのポンチョの下りもう一回やるね。<laughs> ポンチョですかつけられるからこのポンチョの下りもう一回やる。これ膝掛け。 <laughs> これ私がいつも使ってる膝掛けなんですけどこれあのこうやって外すことができてあのこれ膝掛けでこうやってここにボタンがついててこうやってなんかこう羽織ることができるようになってるんですよっていうくだりをさっきやったんですけどそう,そういうやつですあこんにちは見に来てくださってありがとうございますこんにちはコメントありがとうなんだ 朝からすき焼き大丈夫っていうキャッチフレーズの人他ええー、やばいですねすごすぎる <laughs> 重,<っ笑>重すぎそうめっちゃ重いねやばいじゃんあカロリーは圧倒的にラーメンの方が上よねって打ちたかったのかああそうなのねそうカロリー絶対圧倒的にラーメンの方が上だよね全然私そんないっぱいパスタ食べたわけじゃないしゼロカロリーって感じあハートありがとうございます ありがとう泊まっててる宿で新潟名物を食べてよえ何食べたのそれが気になるそれが気になるあハートたくさんありがとうございます何かな新潟名物何食べたんですかめっちゃ気になるんだけど2 <laughs> 週と5時間とお届けありがとうございますハートたくさんありがとうございますありがとうめちゃめちゃ気になる何食べたんだろう何食べたの <laughs> 新潟名物といえばな何,何食べたタレカツとかタレカツ食べた あ、リラックマありがとうございます。コリラックマもありがとうございます。タレカツタレカツさんとかかな？リラックマコリラックマ黄色い鳥ありがとうございます。3点セットありがとう。3点セットありがとうございます。ハッシュタグありがとうございます。そう、何食べたんだろう？コメント良かったら良かったらコメントしてください。<laughs> あ、黄色い鳥ありがとうございます。ありがとう。そうで、その後は終わってから。 なんかねあメールも打ったそういえばメール打ちましたあなんとか星投げカウント間に合ったありがとうございますありがとうありがとうございます朝ごはんあのっぺとかねえー、そうなんですねのっぺかあ初見ですそう使ってくださってありがとうございますいやほんまですありがとう <laughs> 打ち直してくれてありがとう2週目のおほいさま集めに行ってくるねって待ってますねありがとうございますハッシュタグもありがとうえそう なんだっけ何の話だっけあっそうそうそうご飯食べ終わったからの話だご飯ご飯食べ終わったからそうメール打ったんですよそうなのメール打ったのでもしよかったらねあのメールチェックよろしくお願いしますあゆきちゃんおはようおはようおはようございます冬の恋人の日えー、そうなんですかそうなのおはよう見に来てくださってありがとうございますそうその後メール打ってその後じゃないねメール先に打った <laughs> メール先に打った気がするそうメール先に打ってからご飯食べましたあめっちゃ可愛くてびっくりしてもらったってありがとうございますそんな全然可愛くないですよ今ねお花がねニキビで赤くなっちゃってるんですよビジュアル悪いんです今日 <laughs> メール届いたあありがとうございますそうメール送ったのでもしよかったらねメール読んでください今日はたくさん送ります今日はね、えー、6個ぐらい送る予定予定ね <laughs> 予定予定ねなんか一枠一枠終わるごとに打とうと思っててそうガウンガウンですかあもう一回下り行くねもう一回この下り行くねもう一回これこれの下りでしょ <laughs> あかわいいですいつもビジュアル抜がありがとうございますこれの下りでしょもう一回これの下り行くねえっ、ー、と <laughs> えっとこれは私がいつも愛用してる膝掛かけなんですけどこれねこれ裏がモコモコなんですよ裏がモコモコな膝掛かけで これなんかここにボタンがついてるんですねあれボタンボタンボタンがここについててなんかこうやってこうやって羽織って羽織ってポチってやるとこうやってなんかこう <laughs> 羽織れるやつなんですよっていうくだりを今3回やっております <laughs> 3回目ありがとうございます聞いてくださってそうっていうやつですこちらこちらそういうやつですえお,お高いんでしょうとかわかんないんだよねこれあの <laughs> これお誕生日プレゼントにもらったやつなのでいとこからい,いとこからもらった誕生日プレゼントなのでわかんないいくらとかあったかくしてねありがとうございますあったかくします何回目やね <laughs> あ最初に見てくださってる方ですね <laughs> あの今来たばっかりの方もいるからねあこんにちは見に来てくださってありがとうございますこんにちはそう,そ,うそういうやつです 何だっけ、何の話だっけその前あそうそうメールとった話ですメール打った話で,す <laughs> た話ですそうメールを見てくださいという話とあそうこれから打つメールの件についてだあそうそうそう思い出した思い出したえっとあの一枠終わった一枠終わった時にあの、一個ずつメールを送ろうと思っててなのでこのあとこの配信が終わった後もあの、いつメールがまた届くかなと思うので楽しみにしててくださいよろしくお願いしますはいひざ、はい、かけそうひざかけでしたうん 寒い,寒いからごめんね広,広げないよ <laughs> 寒いからごめん広げないあメールの出身可愛かったありがとうございますこんにちは見に来てくださってありがとうございますあそろそろお仕事行ってきますって次また何16時また来るねあありがとうございます16時待ってますゆきちゃんメールってどんな感じですか撮ってみたメールはえどんな感じだろう意外とでもそんなに長文じゃないかもしれないそうそんなに長文じゃなくてなんか中くらいかな中くらいの文くらいで 写写真真はつきます写真ついてるでもなんかちょっと固い分の時なんか真面目な分の時はあのフルネームで名あの最後に名前入れてなんか写真もあんまりつけることないかもしれないそうでも普段はめっちゃ写真いっぱいつきますなんか3枚ぐらいつく日もある <laughs> なんか誤差シリーズとか言ってなんかちょっとずつポーズが違うくなってくるのなんかこうやってたらなんかこうなったりとか <laughs>。 めっちゃ微妙な誤差の写真を3枚くらい送る日があるんですけど、はい <laughs> 楽しみにしててください <laughs>。ハートありがとうございます。リラックもありがとうございます。こんにちは。そう中に来てるあ中に着てるやつはねいつものねクマクマのねセーターじゃないんですクマのクマのあれです。そうクマのやつです。あハートたくさんありがとうございます。ハートたくさんありがとう。えっとそう。 なるほど写真付きは嬉しい、ね、そう写真は結構そうつけるようにしてるんだけど最近さ写真なくなってきてさ困ってるんだよ最近ねあのそう写真写真撮りに行くこともないしさだんだんね写真がなくなってきてます載せる <laughs> 載せる写真不足 <laughs> ああアハは体験できるんですね何それゴサシリーズ好きって 卒あ、卒業会演の余韻に浸りながらこれから帰宅です。ってあ帰宅しますか？新潟から離れるんですか？新潟に来てくださったのですね。ハッシュタグありがとうございます。ありかさんのりかさんの配信始まったらしいです。あやばいりかさん、りかさんの配信始まった。イヤホモバメの写真、毎回の楽しみよってありがとうございます。本当に楽しみにしてくださってありがとう。ゆきちゃん、モバメの返信は読んでくれてるの？ えらいってうん読んでます「モバメの返信は読んでます全部めちゃめちゃね最近たくさん返信来るんですけどそうこのイベント期間あの読んでますこの合間の時間とかにたくさん読んでますあフルコースお届けですありがとうございますありがとう見に来てくださってありがとうございますそうメールの返信読むの好きで気づいたら時間が経ってますあバラたくさんありがとうございますありがとうそう ありがとうございます、本当にメールたくさん返信してくださってあ、カウントどうぞ頑張ってねありがとう、カウントありがとうございますバラたくさんありがとう、初見ですありがとうございますあの初見マークついてないけどコメントありがとう、こんにちは見に来てくださってありがとうございますおはよう、おはようございます見に来てくださってありがとうございますありがとうとあ、15分�이しちゃったらしい早い、あとあと半分折り返しなんですけどこの枠の折り返しになりました ありがとう見に来てくださって本当に。こんにちは。モバメ返信毎度長文だから読むの大変かなって申し訳なく思ってるって。え、全然です。全然長文で返信してくださるのも本当にありがたいです。たくさん読ませていただいてます。ありがとう。写真集出ますか写真集出ないですね。<laughs> 写真集出ないですね。はい。あ何何待って待ってね。 コメントね知らされる前にお知らせするのね、リカさんの配信通知 <laughs>、うん、リカさんの配信通知が来ました。あ 星集めで来てたのかもしれませんあありがとうございますそうなんですねそうかそっか確かに星集めで来てくださってたのですねありがとうございます本当にコメントしてくださってありがとう嬉しいまた来てくれてありがとう <laughs> グッドモーニングってあ、おはようおはよう見に来てくださってありがとうございますこんにちは写真集脱出したいですかいや全然そんなことはないです ちょろいンでもおばめ撮ります返信できるときにしようかなってえ本当ですかありがとうございます返信待ってますねじゃあねーってあ,ありがとうございます見に来てくださってバイバイまたねそうもうちょっとあのもうちょっともうちょっとなんだろう顔が整ってるときに <laughs> 顔,が顔が整ってからかなって初見です使ってくださってありがとうございますなんかねもうちょっともうちょっとなんだろうこう もうちょっと成長してから <laughs> もうちょっと顔が顔が変わってから撮ろうかなって思ってます撮りたいなって出したいなってその時は <laughs> あ柴野さん下のお名前が読めませんあ待ってね下の名前ああこれええ <laughs> <laughs> じゃあちょっと軽くね。自己紹介させていただきます。ngt483 期生の柴野由紀です。ゆきちゃんかゆっきーって呼んでくれたら嬉しいです。サイリウムカラーは青と白です。もしよかったらあのフォロワー3000人目指してるのでフォローよろしくお願いします。ということで自己紹介をさせていただきました。ありがとう。ハッシュタグありがとうございます。あゆきちゃん、ありがとうございます。もしよかったらあの見に来てくださった。初見さん、あの？ お名前だけでも覚えていってくださったら嬉しいです。あとフォローもよろしくお願いします。<laughs> ありがとうございます。あ、初見です。初見です。そう、ありがとうございます。ハッシュタグもありがとう。何、出題、出題は何問ぐらい後で出されたりしますかどういうこと出題って何何の出題は、出さない。<laughs> は、出さないよ。あ、ゆきちゃんありがとう。ハッシュタグありがとうございます。もしよかったら名前だけでも覚えていってください。 あリラックマありがとうございます。コリラックマもありがとうありがとうございます。あ黄色い鳥黄色い鳥ありがとうございます。<laughs> ありがとう。そう名前ねそうなんですあの読め読めないって言われることがあるのでそうそう多いんですよね。あ初見です。そう使ってくださってありがとうございます。そういやそうそう下の名前読み読みにくいですよねすごく。そうよくねそうあんまり読まれることなくてあのずっと学生の時も 最初こう会った人とかに名前なんて読むのってめっちゃ聞かれますあ、リラックマありがとうございます可愛いなってありがとうございます本当にあ、リラックマ、コリラックマありがとうございます黄色い鳥もありがとう三点セットありがとうございますゆきちゃん、ねえ、何何何 N、新潟在住ってことですね N?N? N? なんだ N、その N はなんだ <laughs> あ、あ、そうあ、覚えた ゆきちゃん覚えたあ,ありがとうございます覚えたありがとうゆきーよりゆきちゃん呼びが呼びやすいうんそう思う私も <laughs> そう思っているよだからゆきちゃんの方が先なんですけど分かんないでもいろんな呼び方してくださる方がいるので呼び方はでも人それぞれであうれしいなって思います何だろうすごいユニークなニックネームつけてくださっても嬉しいしそう全然何でも何でも嬉しいですあごじりました あん、ごじりましたか <laughs> ごじりましたか大丈夫。ありがとうございます。訂正ありがとう。フルとご0をお届けありがとうございます。ありがとう。カウントと星様たくさんありがとうございます。こんにちは。見に来てくださってありがとうございます。リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥ありがとうございます。こんにちは。ゆきちゃんは新潟在住ですね。そうですね。そうです。新潟県出身です。 あっ GG ありがとうございますその GG って何なんだろう <laughs> ずっと気になってるずっと気になってるその GG って何なんだろうあリラックもありがとうございますバルーンリラックもありがとうございますハッシュタグもありがとうそうずっと気になってたんだけどさその飛んできてくださるあのギフトの GG が <laughs> 気になりすぎてあのずっと気になってるいやギャルみたいな <laughs> あ、ジジイです <laughs>。ジジイじゃないでしょ絶対。ハートたくさんありがとうございます。きは読めましたがユウと読む方もあ確かにそう。ユウって読まれる場合もあります。ユウキちゃんとかそうそうそう呼ばれる場合もある。あハートありがとうございます。そうでもねそうそう,そう読まれる時もあるのでユキですって言い直すんですけど。そうそうこんにちは見に来てくださってありがとうございます。グッドゲームだったかなあそうなんですねグッドゲーム。 なるほどハートありがとうございます小学生の時のニックネームえーそんな小学生の時のニックネームないかもしれない普通にゆきちゃんって呼ばれてたかなちゃん付けが多かったですねハートたくさんありがとうございますこんにちはあグッドゲームかなってあ グッドゲームの略でゲーム用語みたいなのんああそうなんですね皆さんありがとうございますこんにちは見に来てくださってありがとうございます新潟の可愛い子ってことで思いましたって全然そんなことないですよ本当にありがとうございますそんな <laughs> そんなそんな本んあ最終日頑張れ一周分置いていきますありがとうございます本当にありがとうございます頑張ります最後の最後まで諦めずに頑張りますよろしくお願いしますありがとう お星さまとカウントたくさんありがとうございますあポイズンポイズンありがとうございますフ呂お届けですありがとうございます五ゆきちゃんありがとうございますありがとうございますお星さまとカウントゲーム配信でいいプレイした時の用語かなえねそうなんですね本当にめちゃめちゃ皆さんが教えてくださるのでそうそういう意味が込められているのですねお米はコシヒカリ食べてるのですかわかんない何のお米食べてるんだろう でも確かにお米コシヒカリなのかな多分お家あの私がそう買ってるわけじゃないから分かんなくてあ流れ星ありがとうございます仕事戻るねまた午後来るよってあお仕事頑張ってくださいありがとうございますありがとうごめんねちょっとあの電気つけるの忘れちゃってちょっと <laughs> ちょっと暗めになっちゃったあありがとうございますリラックマリラックマありがとうございますそれなんか眩しい <laughs> 一点集中型でさ窓から光がハートたくさんありがとうございますハートありがとう僕はカリカリカリームさんはカリちゃんと呼ばれたいです <laughs> カリちゃんカリームさんカリームさんカリームさんはカリちゃんなるほどわかりましたありがとうございます教えてくださってあリラックもありがとう魚より肉派ですかそうですね肉肉しか勝たん <laughs> あ、待って、取り来てた鳥、取り来てました。ありがとう、なんだろう、エメラルドの鳥、ありがとうございます。ごめん見逃して、エメラルドの鳥ありがとう。そう、肉しか買ったんです。新潟市もそうなのか、なな、なに、な何？十日町は給食から全部腰光りいから他の県のお米食べられない。あ、そうなんかね、給食は多分全部腰光り。新潟なら腰光りか腰吹きですかね。ね 多分ね。<laughs> 多分多分ね <laughs> あリラックマありがとうございます遅くなりましたってあ来てくださったありがとうございます来てくださったありがとうあリラックマコリラックマありがとうございますありがとうえっと何だろう次はああ黄色い鳥あリラックマコリラックマ黄色い鳥ありがとうございますそう肉しか勝たんなんです そうなのそうなの <laughs> 憎し方カタンパチパチパチになってる流れ星ありがとうございます高校生ですかあ私はあのえっ、ー、と大学一年生の代です大学一年生の代で流れ星ありがとうございますえっ、ー、と2003年12月4日生まれの19歳です19歳まだまだ二十歳になってない <laughs> <laughs> っていう感じです。はい。あ、三週と五十巻と完了したよ。ありがとうございます。ありがとう。流れ星たくさんありがとうございます。こんにちは。見に来てくださってありがとうございます。流れ星ありがとう。新潟美人という言葉があるけど、最大の特徴は雪の肌渋谷とふ古町に立っているとわかる。え、そうなんですか。<laughs> 渋谷と古町に立っているとはくる <laughs> あっこんにちはですってありがとうございます初見です嘘も使ってくださってありがとうございますこんにちはあっんだろう一族あタワーありがとうございます一族タワーありがとうございます一族タワーありがとうあっリラックマと黄色い鳥のタワーもありがとうございますゆきちゃんおはようっておはよう見に来てくださってありがとうございますあタワーありがとうございますリラックマコリラックマタワーありがとうございますあっ何だっけリラックマのリースタワーありがとうございます あリラックマタワーありがとう。じゃあ、今日のお昼ご飯はお肉にする。あいい感じ。お肉、お肉しか勝たん。<laughs> あコリラックマ、ありがとうございます。すごい。やばい、やばい。すごすぎる。リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥、ありがとうございます。リラックマ、コリラックマ、黄色い鳥の3点セット、ありがとうございます。タワー、たくさんありがとうございます。ありがとうございます。すごい。すごすぎる。え、クマまで。クマタワー、ありがとうございます。すごい。大学、大学は行ってないです。大学は。大学は行ってない。 ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。くまたはありがとうございます。最終フルを届けてありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。ベルワールドの住人さんですか <laughs> ベル、ベルワールドさんの住人さんですかありがとうございます。ほんとに。そう、めちゃめちゃね、お世話になってて本当ありがとうございます。年代が、そうそうそう、年代がその年代です。そうなの。 あのでも一応言うとくと「大学は <laughs> は?」言ってないですあ「あゆきちゃん頑張れありがとうございますすげえ」ってね本当にありがとうございます本当にそうそうなのその代ですそうそこのそこの年代の代になりますそうもうすぐでねあの春この春からあの2年生の代になるんですけどそう一応ねあの この NGT48 の3期生の中だとあのお姉さんラインのメンバーになっててそうそうなんです <laughs> ありがとうございます聞いてくださってなんかね年齢めっちゃ若く見られたりすることが多くてわかんないなんかわかんないけどねなんかすごい <laughs> 身長のせいかな私身長が低いんですよハートたくさんありがとうございます身長が1 4 8センチでそう 1 4 8ンチでめっちゃちっちゃいから <laughs> ハートたくさんありがとうございますだからあのめちゃめちゃそう高校生とか中学生とかに見られることが結構あってそうびっくりされます <laughs> 最初高校生かと思った「本当ですか ?20 代にならないで」って <laughs> 20代に、ね、なっちゃいますけど「あめっちゃかわいいありがとうございますめっちゃかわいいありがとうちっちゃって <laughs> そう1 4 8ンチですごいそうあの。 ヘアメイクさんとかもそう最,初最初お会いするヘアメイクさんいるじゃないですかとかだと「あ何歳?」みたいな「そう中学生?」って聞かれたことあって「あ違います」みたいな「え高校生いや違います」みたいな <laughs> そう全部違いますって答えて <laughs> そうそうそう。 そうなのあゼロ03でも私第2だからそうそうですね第2の代って言ってるけど同じく大学はの人間だからわかるってあ本当ですか <laughs> 同じですねまさか中学生までそう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 なの間違われることあってあこんにちはありがとうございます本当にこんにちは城波村の時初めて見たけど小さくてかわいかわいいなって <laughs> ありがとうございます本当にそうちっちゃいんですよねそうそうだから。 <laughs> ハッシュタグありがとうございます私もこの前中学生に思われたえ本ほんとやっぱりなんか思われちゃうよね私もなんだけど1 4 8センかわいいって全然失礼しましたってあ失礼しましたって <laughs> ハッシュタグありがとうこんにちはあ黄色い鳥飛んできてる黄色い鳥ありがとうございます黄色い鳥ありがとうあ配信ありがとうってこちらこそもうお時間ですね そうお時間が来ちゃうなうなうお時間ですもうそろそろあー29分だじゃあちょっとお読みしますね壇上13位ノーマークさんありがとうございます12位ピコタンさんありがとうございます11 朱星陽さんありがとうございます。十位カニヒロさんありがとうございます。九位チーム G 大好きさんありがとうございます。八位松はさんありがとうございます。七位ボッチ子ちゃんさんありがとうございます。六位チコアドーナツさんありがとうございます。五位金堂さんありがとうございます。四位レイワのひじかたさんありがとうございます。三位おじゃさんありがとうございます。二位さとめろさんありがとうございます。一位四十カラさんありがとうございます。あ変わっちゃった変わっちゃいましたかね。 ちょっと変わっちゃった。13位、位野間くさん。12位、女性屋さん。ありがとうございます。11位、谷寛さん。ありがとうございます。11、無事、大好きさん。ありがとうございます。9位、松田さん。ありがとうございます。8位、ぼちこちゃん <carro> さん。ありがとうございます。7位、力旦那さん。んさありがとうございます。6位、シサさん。ありがとうございます。5位、金堂さん。ありがとうございます。4位、平和ねじ方さん。ありがとうございます。3位、おじゃさん。ありがとうございます。2位、里村さん。ありがとうございます。1位、ュカラさん。ありがとうございます。ちょっとさっきの配信が長くなっちゃったの。長くなっちゃったじゃない。さっきの配信が短かったの。そう。 さっきの配信が短かったのでちょっと読ませていただきましたまたねありがとうございました時間調整しましたありがとうまたねバイバーイ